8月27日より9月23日まで池袋シネマロサにてレイトショー公開される映画遠い雷鳴主演の吹越智美さんと大橋貴之監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。監督、本作制作のきっかけを教えてください。はい、この作品は、2004年に上演された舞台が原作で、その作演出をしていた長谷川さんとはブライダルの方の撮影の仕事で一緒 で僕の作品をたまたま見てくれた長谷川さんが気に入ってくれて、でもともとそのご自分の舞台を映画として残したいっていうご希望があったようで、よかったら、何本かいただいたんですけども、この作品を映画として作ってくれないかっていう相談を受けたのがきっかけです。MVP が原作のようですけれども、その残した部分と変えた部分とその理由を教えてください。はい、もともとは双子の姉妹が、迎える世界の終わりの前夜の話なんですけど、それをまず三姉妹のお話に置き換えたことと、原作ではメインの二人は明日世界が終わるっていうことを知らないんですけども、そこをもうみんながそのことを知っている世界というふうに置き換えました。三女音役の高石あかりさんと、長女彩音役の吹越智美さんと、次女加納役の田中美春さんを起用した理由を教えてください。はい、高石さんに関してはこの遠い雷鳴の前作にあたるルネシネマ制作の家族合わせという作品の、一応マスコミ向けの試写みたいなのをやったんですけども、その時に当時の担当マネージャーさんが連れてきてくれて、こういう子がいるんですよって紹介していただいた時に、ものすごくこう年齢と本人の落ち着きのギャップがすごく面白いなって感じて、その時すぐにこの作品に出てほしいっていう話ではなかったんですけど、すごく気になる人として頭の中に残っていて、脚本を書いていく段階で高石さんをもし末っ子としておいてお話を展開させていったら面白くなるかもしれないなっていうので、まず高石さんが決まったっていう経緯があります。でそれからしばらくしてお姉ちゃんたち2人を決めるのにオーディションをさせていただいて、たくさんの方来ていただいた中で、なんていうんですかね、お二人の持っている雰囲気が、僕がこれまで作ってきた作品のテイストにマッチするような直感を得てお二人にお願いしたっていうのですかね。あとは実際に最終的には本編からなくなったんですけど、仮で書いていたシーンを演じていただいた時のお二人の印象がとても、お姉ちゃんと可能に合うなっていうふうに思ったのでお願いしました。吹越さん、はい、姉二人と腹違いの妹が人類の滅亡を前にゆっくりと家族になっていく姿を描く映画ですけれども、脚本を読んだ時の感想を教えてください。はい、脚本を読んだ時、そうですね、やっぱり世界の終わりっていうその壮大なテーマの中で日常を描いてるシーンもすごくたくさんあるので、こうどういうふうに映画の中で組み合わさってくるのか、それが一つのものとして、成立するのかって言ったら偉そうなんですけど、本当にこれを映画でできるのかなっていう、楽しみと、自分が演じられるのかなっていう心配はどちらもありました。吹越さんご自身は兄弟はいますか？兄弟います。弟がいるので私も長女に当たりますね。演じた長女彩音をどのような人物だと捉えましたか？私と全然遠くなくって、いわゆるその長女と言われるイメージなんかどこの家庭もそうだと思うんですけど、あ、それは言い過ぎか、どこの家庭もって言っちゃいけないないわゆるその長女に持たれるイメージと、私が日々その感じてきたこと、家族の中で感じてきたこととかを総合的に二人との距離感だったりとかを出せたらいいなと思って臨みました。吹越さんはたまたま長女で、ご本人が、はい
田中さんもたまたま三姉妹の真ん中ですので、あ、知らない。高橋さんはお兄さんがいるんで、はい、じゃあたまたまだったんですか。たまたまです、全然。たまたまですね。そうですね、撮影以外の場で話す機会が結局ほとんどなかったので、皆さんのプライベートはほとんど知らないんですよね、うん、そんな寂しいことでもやっぱりじゃあ雰囲気的にちょっと長寿っぽいとこあったんですか。どうですか、どうでしょう。でもちょっと不器用なところが良かった。そうですね、あんまりこう器用にこなしていく感じだとやっぱ三姉妹のバランスとして僕が欲しかったものとはちょっと違うので、このおっとりっていうんですかねちょっとふわっとした雰囲気がとても今回のキャラクターに合うなっていうのがありました。監督ご自身の兄弟は。はい、僕は、3兄弟の一番上ですね、はい、初めて来た感じですさっきのインタビューにしよう撮影前にお二人はじゃあプライベートの話はしなくて、そうですね、役とか作品については何かお話はされましたか。しましたか、覚えてますか。なんかその衣装合わせと本読みみたいなのが1回ありましたよね。そうですね、都合2回撮影前に集まって、1回目は吹越さんと田中さんしか揃わなくて、2回目の時に3姉妹ようやく揃ったって感じで、そこでどんな話をしたか。でもなんとなくこのお姉ちゃんと彼女が、お母さんが亡くなって、早苗さんが、来るにあたってお姉ちゃんがどんな感情だったとか、それによってなんとなくこう家の中のバランスが崩れていって、カノンはさっさと家を出ていったみたいな話はぼんやりした記憶がありますね。そうですね、こうあまり説明が少ない作品なんですよね、はい、もう滅亡することは決まってるし、滅亡が決まったところからじゃなくて決まってみんながそれに慣れているっていう感じがあまり説明的なことはなくなりました。キャリアウーマンということ以外は姉が今までどういう生活を送ってきたかが分かりませんが、彗星の衝突が判明する前はどのような生活を送ってきたか伺いました。そうですね、ちょっとは考えました。それがなんか生かされたかと言われたらわかんないんですけど、自分の中では考えましたね、その履歴書じゃないですけど、はい、妻子ある元同級生とプラトニックな関係である次女カノンは地元のサークルにつける三女音に比べて、うん、あれは彗星の照明衝突を前にシェルターの個室の設計を担当しており、暴力によるシェルターの強奪の危険と隣り合わせのビデオですが、ホソンは仕事の部分のシーンを演じていていかがでしたか。そうですね、やっぱり行ってみて怖いなと思うことがたくさんあって、やっぱりこういうロケ地ってどこでやるんだろうっていうのかずっと謎ででもすごく監督がいいロケーションを選んでくださってたので、行ってみて、あ、本当にシェルターってこういうところの地下にあるかもしれないとか、すごく想像できるような場所で、私もあの場に行って世界の終わりを感じたというか、うん、そうですね、なんか場所からこうもらったことは多かったかなと思います、はい、シェルターについての部分だけ SF チックなので、はい、他はもう普通の生活地の感じなんですけれど、はい、ロケ地などのこだわりを教えてください。あ、そうですね、やっぱあそこがちゃんとそういう場所に見えてくれないと、まあ、他の部分も全部崩れちゃうと思ったので、とにかく、関東あちこちまずネットで調べてどういう場所があるかって実際行ってみて、撮影のしやすさとか行ってみた時の雰囲気とかそういうのすごい探しましたね。あのダムとかは割とうちから近いんですけど、神奈川の、ダム行ったり、あれ神奈川でしたっけ、あれ神奈川の、神奈川の西の方ですね。そうか、もう異国の感じですそうですね、結構あちこち探し回りました。三女音役の高橋あかりさんと次女加納役の田中みのるさんとご一緒してお二人はいかがでしたか。
いかがでしたか。僕は、そうですね、あの3人が揃ってお芝居をした時に、誰もが誰かっぽくないというか、みんなちゃんとそれぞれの個性、色合いがバラバラであったので、なんていうか、こう3人がそこにいてお芝居をしてるだけで、なんか僕はもう現場で楽しく見れていたので、すごくこう監督として楽だというか、シンプルに現場を楽しんでいた感じがありますね。いい3人が揃ってくれたなってすごく感じます。ご質問どうですか。私は本当に2人が可愛くって、なんか幸せでした。そもそも3姉妹っていうワードにときめいてオーディションを応募してるので、やっぱそのなんだろうな、なんかちょっとずれちゃうんですけど、女の子って揃えば揃うほどなんか魅力が増すというか、アイドルとかもそうじゃないですか。なんかそういうのを感じていて、なんかやっぱ揃えた時はその3人のシーンの時はすごく楽しかったですし、その場に入れることが嬉しかったです。撮影では面白いエピソードありますか。流行語ができたんですけど、それは監督のおおむね OK っていう言葉なんですけど、みんなちょっと流行って、その一時期そのおおむね OK って言われた時は OK じゃないんですよ。だからもう一回やる準備をみんながし始めるっていう感じで、おおむねだみたいになって、あれどこが悪かったかなみたいな感じで、もう一回始めるっていうのがなんか定番でしたよね。そうですね、そうだ。改善点は特に言わず、ね、本人たちに考えさせるっていう演出の方なんですか。もちろんそのよっぽど違う時は言うんですけど、微妙にこう違うなっていう時に変にこう説明をしてしまうと、なんか間違った方向に伝わっちゃうと嫌だし、そうなった時に結構取り返しがつかないことが多いんで、極力微妙に違う時はもう一回っていう風にだけ言いたいっていうのもあって、おおむね OK っていう言葉を見つけました。ありがとうございます。ピコシさんは完成した映画をご覧になった感想はありましたか。そうですね、やっぱり大橋監督っぽいと言いますか、あったかい中にもやっぱり絶望があって、静かなんだけど燃えているというか、なんかそのような情熱を感じましたね。で、その幼少期のシーンが別にあるので、そこを見るのが私自身すごく楽しみで、どんな風に演じてくださったのかなとか、本当に錯覚するんですよね。私あんなに可愛くなかったんですけど幼少期でも、あ、もしかしたらあんな可愛かったかもしれないと思ったりってぐらい、本当になんか似せてくださって嬉しかった記憶があります。お風呂もあ、そうですそうです、唯一メイク的にやったのはそこだけなんですよね。スキップシティ国際ディシネマ映画祭2022年日本映画で唯一国際長編部門に選ばれたそうですけれども、ゆきさんはそれ聞いていかがですか。なんか大橋監督といえばスキップシティだったのでというイメージがあったので、あ、またなんか大橋監督がスキップシティを支配し始めたのかなって単純にすごく素直にワクワクしましたし、私もスキップシティは2回目なんですけど、1回目はノミネートの対象じゃない、かな、川口市でしたっけ、はい、に協賛してもらった作品だったので、ノミネートされるっていうこと自体が初めての経験で、なんか本当に嬉しいなと思います。その大橋さんは、はい、国際長編部門に選ばれたんですね。そうですね、やっぱまずシンプルに嬉しいなっていうのはありましたけど、その国内作品ではなく国際の部門に入ったことで、
それこそスタッフの数もおそらく一桁違うだろうし、制作費もまた違うだろうしっていう作品と並んでこう上映されるプレッシャーと、よしやってやったっていう喜びとがごっちゃになった複雑な感じがすごくありました。本作の見どころはどこだと思いますか？はい、もうシンプルに3姉妹だと思ってます、うん、とてもいい3人だし、割とこう3人にお任せしたシーンも結構あるので、それぞれの魅力が見た人に伝わったらいいなって思ってます。アドリブも結構あるんですよね。そうですね、うん、木川さんは見どころはどこですか？はい、見どころ、そうですね、三姉妹と三姉妹と、あと本当にそれを取り巻く人たちのキャラクターも面白かったり、うわこの人こんなこと言うのかとか思ったり本当様々で、なんか見てくださる方にも自分だったらどの立ち位置かなとか、三姉妹の中で私だったらこのタイプかなとか、なんかそういう見方をしてもらっても楽しいかなと思います。最後に東京ボーダレス TV をご覧の方にメッセージをお願いします。東京ボーダレス TV をご覧の皆さん、こんにちは、吹越智美です。今日は、映画遠い雷鳴の取材で来ていただきました。はいそうですね、このお話は世界の終わりと、まあ、日常っていうその、うん、かけ離れたように見えてすごく接している部分を監督が魅力的にかつ絶望的に温かく描いてくださってます。私たちはその中の3姉妹として世界の終わりをどう迎えるかっていう家族の時間を新たに過ごしていくんですけど、映画の見どころとしては3姉妹の食事のシーンだったり、アドリブのシーンだったり、なんかその日常の3姉妹をたくさん楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。でも世界の終わりは近づきますはい、ぜひご覧ください。監督しました大橋です。先ほども言ったように、本当に何かく3姉妹の魅力をじっくりと味わっていただきたい映画です。あとはその瀬戸内の美しい風景もぜひぜひ楽しんでいただける作品になってますので、テレビやスマホではなくて劇場の大きな画面でぜひ見ていただきたいです。よろしくお願いします。久しぶりだね。大きくなったね彩音ちゃんとカノンちゃんが揃うと、あの家でそうだ思い出すね。あれ何の時だっけ？ノストラダムス。何なんですか、ノストラダムスって。20年遅れでやってきたね。笑えない出てきます。いただきます。シェルター入る人。私はこっちの設計しか絡んでないから詳しいことは分かんないけど。奥さんどんな人？どんな？可愛い系？美人系？もう会うのやめな。あの人たちはあの子が大人になる姿を見れずに死んでいくんだよ。家族ごっこしてる私たちだって普通。今の時代、家族のためって信じて死んでいけるのって幸せだと思いませんか？ちゃんと家族で最後を迎える方が幸せなんだと思います。この世界がどうなろうと
Tokyo Borderless TV